皆さんこんにちは、ホタテ貝ニュースの時間です。今日は北海道のホタテ貝の旬の時期を紹介します。中継先のホタテさん、こちらホタテです。北海道庁からお伝えします。北海道では主にオホーツク海や根室海峡、東南の噴火湾や日本海でホタテがたくさん取れます。各地区の旬を季節ごとに見ていきましょう。まずはオホーツク海、根室海峡です。オホーツク海産のホタテは流氷が過ぎ去った春から秋頃が食べ頃でしょう。また根室産は冬から春にかけてが食べ頃です。続いて噴火湾、日本海側です。噴火湾産は丁寧に育てられた2歳から3歳のホタテが冬から春にかけて食べ頃となるでしょう。日本海では春から夏にかけてが食べ頃です。こちらからは以上です。ホタテさん、ありがとうございました。一年中北海道のホタテが楽しめるということですね。ここで簡単にできるホタテ料理を紹介します。まずはホタテ醤油バター焼きです。下フライパンにホタテを入れます。火が通ったら醤油を入れます。バターで炒めたら完成です。美味しそう。次はホタテの炊き込みご飯です。お米にベビーホタテと昆布、合わせ調味料を入れます。あとは炊飯器にお任せ。炊き上がったら完成です。ぜひ作ってみてください。それではホタテ貝ニュースを終わります。皆さん、またお会いしましょう。